はい、タコヘです。バスの部品、何これ？複数は、うん、こう調整するやつ、うん、これがどこがあかんかったどこがあかん、もう多分中の、はい、いつもにお世話になってます、杉本くんです。笑顔が素敵。何、中に、うん、あのゴムの部品つこどるんですけど、うん、おそらくですけど、うん、エアのラインからオイル入ってしまって、あ、これ劣化して、そうそうそう、劣化するよな、うん、劣化というか、どうなんのこれ、ふじゃけるって言うた方がいいか、ふじゃけの、これないんや、これほら、ここが排出ですわ。ほんでこれがプシュ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 下向いたたん、あのこいつがこっからずっとエアがシャーって出たんですよ。うわ、汚い、うん、汚い、うん。これがほんでずーっと漏れたったいうこと、そうそうそう、ほんまはここで遮断せなあかんやつが、うん、あの調整するときにこっから捨てたりしようのバルブがおるんですけど、うん、そいつが多分あかんなってしもて、あ、そういうことな、そう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 、これな、そうそうそう、ほなもう杉本くんの給料引きでお願いします。高いんやろこれ、また NA するらしいで、これ、直しばっかり。あれ、ここで笑ってる人間がいる。高いって言うて反応して笑ってる人間がいる、ここに。エアサスもほんでどっち側がパンクしたの、パンクしたの、左かなりひどい、あの前行にしてもうたらようわかるっすわ、ほんま前行したらすごいっすよ、シャーって揺れたんです。またこれ修理やわ、修理ばっかりです。